こんにちは、山手線のフリブです。今日ご紹介するのはドイツのアイウェアメーカー、IC ベルリンのヤクツォストラッセです。こちらになります。すごく繊細なイメージのフレームに仕上がってますね。リムがすごく細く作られてます。あとブリッジですね、こちらは少し、ボリューム変わるかなと思いますけども、あと IC ベルリンの特徴であるこのネジを1本も使わない構造っていうのはそのままですね。こちらもいいです。で、実際にちょっとかけてみますね。はい、こちらが、ブラックですね。一番ベーシックな色になると思います。ブラックですのでこうメリハリ感があって、すごく、いいなと思います。そうですね、こちらですとやはりこうきちっとした感じとかキリッとした感じが出てくるかなと思います。で、今山線にはですね4色、届いてますので、そちらの次あと3色ねご紹介したいと思います。こちらがグラファイトになります。グラファイトはそうですねグレー系の色ですけど、ちょっと艶消しっぽくなってますので、どんな服装でも合うんじゃないかな。そうですね、こちらがですねオーバージンという色になります。ナス色ですね。これもすごくいいですね。こちらがエレクトリックカラーですね。エレクトリックライト、オリーブになります。これもですね、いろいろこう見る角度によって色合いがこう変化していくっていうところが楽しい、フレームになっています。おすすめポイントです。この IC ベルリンのヤクツォストラッセ、そうですね一言で言うとベーシックっていうことだと思います。形もですねウェリントンスタイルで、すごくベーシックですね。それで全体がこう細身のラインでできています。特にリムなんかも細くできてますので、ちょっと見ると、2ポイント枠とか縁なしフレーム、そんな感じも雰囲気も出てますね。メガネが邪魔しないっていうか、どんな服装でも合わせやすいベーシックな、そうですねワードロープになるんじゃないかなと思います。あとレンズシェイプもですね、天地幅がですね 34mm ありますので、遠近両用とか中近両用とかもすごくベストマッチかなと思います。ぜひ一度かけて試してみてください。ではまた。